てか、あのピカチュウの話した？何ピカチュウの話？なんか、ケイスケとさ、フジがなんか浴場したみたいな。なんか、あこの話するか。うん、やばいよ。あれ意味不明すぎて。まず、まあ、大前提話すわ。うん。まあ、エビスジャップは3人組だけど、うん。あの2対1に分かれるの。俺は、あの、性欲がズバ抜けてる2人と、うん、普通のやつ。俺が普通のやつ。普通。まあ、普通。結構普通だと思う、俺。うん。で、なんか、スイッチがあるんよ。あの、性欲スイッチが。例えばなんか、例、これは別に藤田健介じゃないんだけど、うん。布団を干してる、なんか、パン。っていう音で、あの、発情しちゃうみたいな。セックスに関しては。そう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 。もう病気。そう。なんかそういうトリガーがあるんだけど、うん、この間、俺らなんか、エモい感情になりたくて、ポケモンの大地を見てたのね。うん。あの、ピカチュウと最初仲良くなれなくて、うん、鬼スズメになんかピカチュウが疲れて、うん。で、なんかピカチュウ、サトシがこうやって助けて、うん。で、最後なんか倒れた。ピカチュウとサトシがなんかこうやってそう、こう向かい合ってそう、向かい合って横になってるシーンみたいな、ボロボロになってるんで、上からのカメラアングルでこうやって、うん、こうやって、うん、なってるシーンでを、なんかケイスケとフジが見て、うん、お、やばい、ムラムラしてきた待って違う、俺が待って俺がまず言ったんよ、うん、おー、なんかムラムラするって言ったら、うん、ケイスケをわかる俺思ったけど、さすがにやばいと思って言えなかった